ヤッコエルティン、ヤッコエルティン、ジャコエルティング、1970年8月29日タイ、は、オランダヘルダーラント州ヘールで出身の元男子、プロテニス選手。ダブルスの名手として活躍し、同じオランダのポール・ハーフースとペアを組んで、四大大会の男子ダブルス部門で、すべてのタイトルを獲得する、キャリアグランドスラムを達成し、彼らのライバルには、オーストラリアペアの、ウッディーズ、 マーグウッドフォードとトットウッドブリッジのことがいて、オランダペアの二人と、ウッディーズは1990年代男子テニス界を代表するダブルスコンビとして、数々の名勝負を繰り広げた。1996年のウィンブルドン男子シ,シングルス、優勝者になったリカルト・クライチェクも、同世代のオランダ人選手である。エルティンの自己最高ランキングは、シングルス19位、ダブルス1位。 ATP ツアーでシングルス4勝、ダブルス44勝を挙げた。身長187センチメートル、体重80キログラム、右利き。1988年にプロ入り。エルティムは1991年から4大大会に挑戦を始め、ウィンブルドン初出場でシングルス4回戦に進出し、男子テニスツアーのダブルスで年間4勝を挙げた。 1992年から男子テニス国別対抗戦、デビスカップのオランダ代表選手となり、同年6月にイギリスマンチェスターの大会でシングルス初優勝を果たす。キャリアの最初期はいろいろな選手とダブルスのペアを組んだが、1993年からエルティンはほとんどの大会で4歳年上のポール・ハーフンスと組むようになった。1993年4月、 アメリカ・ジョージア州アトランタ大会でシングルス2勝目を挙げる。1994年からエルティンハーフース組は世界の頂点を争うコンビになり、全豪オープンと全米オープンで4大大,大会男子ダブルスの年間2冠を獲得した。2人は全豪オープン決勝でバイロン・ブラック、ジンバブエジョナサン・スターク、アメリカ組を6から7、6から3、6から4、 6から3で破り、4大大会ダブルス初優勝を飾った。全米オープン決勝では、マーク・ウッドフォードトットウッドブリッジ組を6から3、7から6で破り、エルティンハーフウス組と、ウッディーズがダブルスでしのぎを削り始める。ダブルス年間2冠を獲得した1994年は、シングルスでも年間2勝を挙げ、全仏オープン4回戦で、 ウクライナのアンドレイ・メドベレフに敗れた。1995年、エルティンとハーフネスは、全仏オープン男子ダブルス決勝で、スウェーデンペアのマグナスラーソンニクラス・クルティグミを6から7、6から4、6から1で破り、3個目の4大,大大会タイトルを獲得した。1995年のエルティンはシングルスでも、好調で、全豪オープンとウィンブルドンの2大会でベスト8に、 入った。これが、エルティンの4大大会シングルス自己、最高成績である。1996年、エルティンとハーフンスは、アトランタ五輪のオランダ代表選手に選ばれた。男子ダブルス準決勝で、ウッディーズ2から6、7から5、16から18で敗れた2人は、準決勝敗退の2組による、銅メダル決定戦でもドイツ代表のデビットプリノジル。 アンドマルク・ケビン・ゲルナ・グミニ2から6、5から7で敗れ、オランダ代表としての逸話道メダルを逃した。この後、二人は1996年、全米オープンと1997年ウィンブルドンの男子ダブルス決勝でも、ウッディーズに敗れる。1997年のウィンブルドンダブルス決勝は、二人には初舞台であったが、この時は1993年から、 ウィンブルドンの男子ダブルス連続優勝記録を続けていたウッディーズの5連覇を阻止でなかった。ウィンブルドンダブルス準優勝の後、エルティンは地元オランダロスマレン大会を最後に男子ツアーのシングルスから撤退し、その後はもっぱらダブルスのみで活躍した。1998年、ヤッコエルティンは前後オープン、全仏オープンウィンブルドンで4大大,大会男子ダブルス。 三連勝を成し遂げ、ツアーで年間10勝を獲得した。全豪オープンだけは、パートナーは、ハーフースではなく、スウェーデンのヨナスビオルクマンと組んで、地元オーストラリアの、ウッディーズを6から2、5から7、2から6、6から4、6から3で破って優勝している。全仏オープンでは、エルティンとハーフースは、ダニエル・ネスター、カナダマーク・ノールズ、バハマ組を6から3。 3から6、6から3で破り、3年ぶり2度目の優勝を果たす。そしてついに、2人は、ウィンブルドン男子ダブルスで、初優勝を飾り、男子テニス史上4組目の、キャリアグランドスラムを達成した。エルティンとハーフンスは、2年連続2度目の、ウィンブルドン決勝で、マーグウッドフォードとトットウッドブリッジを2から6、6から4、7から6、5から7、10から8で破り、 4時間5分の激戦の末に、ウッディーズのウィンブルドンダブルス6連覇を阻止した。ところが、2人は4大大会年間最終戦の全米オープンに出場できなくなり、ここで、エルティンの男子ダブルス、年間グランドスラムのチャンスが消えてしまう。年末の男子ツアー最終戦、ATP ツアー選手権、現在の名称はテニスマスターズカップ、2人は、 全仏決勝で破ったダニエル・ネスターマーク・ノールズ組を6から4、6から2、7から5で破り、5年ぶり2度目の優勝で優秀の美を飾った。エルティンは1998年のシーズンを最後に28歳で現役を引退した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。